煙に包まれる住宅、真っ赤な炎が立ち上っています。今日午前8時30分ごろ、旭川市五条通7丁目の3階建ての住宅が燃える火事がありました。火はおよそ5時間後にほぼ消し止められましたが、住宅の2階から女性の遺体が見つかりました。警察によりますと、この家には高齢の女性が一人で暮らしていて、現在連絡がついていないことから、警察は遺体はこの女性とみて身元の確認を急ぐとともに、火が出た原因を詳しく調べています。